ストレイキッズがタイトル曲 CHKCHK ブームミュージックビデオで通算15曲目の1億回突破という記録を打ち立てた。ストレイキッズが7月19日発売したミニアルバムアテ・エイトのタイトル曲 CHKCHK ブームのミュージックビデオは9月27日午後 YouTube の再生回数1億件を達成した。これにより紙メニューバックドア MIROH, マイペースサンダラスマニアックエレベータークリスマスイブ L, ケース 143,S クラスバンちゃんとヒョンジンのユニット曲、レッドライツ、ラク、日本オリジナル曲、サーカス、クモの糸、ベノム、に続いて CHKCHK ブームまで合計15本のミュージックビデオが億大再生回数を記録した。 彼らは第四世代ボーイズグループの中で再生回数1億回以上のミュージックビデオを一番多く保有している。彼らは2024年初のカムバック作、アテで好成績を収め、グローバルアイドルの地位を確固たるものにした。米、ビルボード200で初登場1位を記録したストレイキッズは、このアルバムで5作連続1位に成功した初めてのグループになった。また、 ビルボードと国際レコード産業協会 IFPI のギリシャアルバムチャートで1位にランクインしその後7週連続でトップをキープ K-POP およびアジアアーティストの中で唯一の記録を残したストレイキッズは10月6日以下現地時間に開催されるアメリカンミュージックアワードアメリカンミュージックアワーズ AMAS への出演決定で話題を集めた AMAS50 周年を記念して開催される行事で彼らが披露する魅力に期待が集まる。彼らは9月28日、シンガポールのナショナルスタジアムで新たなワールドツアー、ドミアテの一環として単独公演を開催する。8月24から25日、31から9月1日にソウルソンパ、ソンパ、クオリンピック公演 KSPO ドームにて計4回にわたり、 全席完売を記録した単独公演を開き、ツアーの幕を華やかに開けたストレイキッズ。彼らは、K、K-POP 第4世代グループとして初めてシンガポールのナショナルスタジアムで公演を開く。シンガポールナショナルスタジアムに続き、メルボルンのマーベルスタジアム、シドニーのアリアンツスタジアム、タカオのナショナルスタジアム、バンコクのナショナルスタジアム、ジャカルタのゲロラ・ブンカルのスタジアムなど、 世界6つのスタジアムを訪れる予定だ。10月19日にはオーストラリアのメルボルン、26日にシドニー、11月2日に台湾、高尾、11月14日と16から17日に東京、23日にフィリピン・マニラ、29から30日にマカオ、12月5日と7から8日に大阪、14日にバンコク、21日にジャカルタ、 2025年1月18から19日に香港などでツアーを続けていく。今後、ラテンアメリカや北米、ヨーロッパなど、さらに多くの地域で海外の観客と会う予定だ。